次に佐藤正久君の質疑を行います。佐藤君、私は自由民主党元自衛官福島県出身の、佐藤正久です。私は元自衛官として野田内閣の危機管理、これに大きな疑問を持っております。その代表例が防衛大臣人事です。自分は安全保障の素人だ、素人がやるのが本当の文民統制だと言われた市川大臣、今度は資料を見なければ委員会答弁ができない田中大臣、後ろから多くの役人がメモを入れるから二人羽織とか、あるいは戦時観音とかマスコミに揶揄される。国民の皆さん見てください、この政府の答弁席、今日は外交安全保障の集中審議、外務大臣はちゃんと後ろの席から前の席に座っている、防衛大臣は前の席ではなく後ろの方に逃げている。なぜ質問者に向き合わずに、そして役人の方に寄り添っているのか。大臣、どうして前に来れない、何か理由あるんでしょうか。いや、田中防衛大臣。いつもは後ろの方におります。で、近くにですね、この集中審議ということで、防衛大臣も質問ということで、出席の要請がありました。従いまして、近くに来ておるところでありますし、その面では、しっかりと質問をですね、聞いて、そして答弁をいたしたいと思います。佐藤正久君。だから大臣、どう考えても不思議なんだよ。現場大臣が前にと、まあ、そこ座ればいいじゃん、空いてるんですから。で、このような恥ずかしい振る舞いを見ているから、多くの国民はやっぱり不安感を持ってしまうんですよ。3月14日の私と大臣との外交防衛委員会での、本委員会での質疑、情勢が不安定なシリア、これに派遣中の PKO 部隊、この中断撤収は野田総理大臣ではなく、フィリピンの司令官にやってもらう。このような腰を抜かすようなびっくり答弁。さらには派遣もされていないヨルダンに隊員が派遣をされているという答弁までされます。隊員の安全確保に万全を期すと、あれほど家族に約束をしたのに、それを受けて野田総理もここで謝罪をし、適材適所とつもりで任命したがと任命責任を認めました。田中大臣、そのシリア、ついに今月21日に大使館が閉鎖されました。一方で PKO 部隊は活動中です。そのシリアで PKO 部隊と政府とをつなぐ役割の連絡調整要員、これには防衛省の職員もいますけども、現在どうなってますか？まずその着席の問題ですが、田中大臣。田中大臣、前へ座ってください。はい。それで、防衛庁の役員は、少し声を出してもいいから、資料を上げるなりなんなりしてください。田中さんが後ろに座ってるのは定位置に座ってるんでありまして、大体常にそういう、委員会運営をやっております。今日に限ってね、あんまり激しいね、その攻撃を加えないでやっていただきたいと思います。理事を進行いたします。大臣答弁。それで田中防衛大臣、今の質問を聞いておりましたか？はい、質問、シリアの問題、はい、田中直樹君。在シリア大使館の一時閉鎖に、よるワンドフ派遣部隊等の隊員の安全確保とですね、それから連絡調整員のことでありますが、シリアの大使館にですね、1名派遣をいたしているところでございます。佐藤正久君。今シリアの方にはもういないってことですか？田中直樹君。シリアの大使館にですね、武官を派遣をいたしておりまして、今、退避いたしましたので、シリアには連絡員はおりません。
はい、佐藤君。今、活動は継続中なのに、大使館がなくなった。連絡調整要員もいない。そういう状況なんですよ。どういう対策を行ってますか？田中直樹君。当然外務省とですね、連携を取っておるところでございますし、今私からシリアにおいて、この国連によるこれまでの死者数が少なくとも7500人以上とされております。従いまして大使館がですね、撤退をした中にあって、この活動がですね、安全に行われているかどうかというのは私からも指示をいたしまして、そして防衛省の中で、事務方がですね、連携を取っておるところであります。従いまして日々非常に緊張した中にありまして、今安全な活動が行われているという報告を受けておるところでございます。はい、ちょっと田中大臣、その現場大臣の隣に座ってください。それでその役員の皆さん前に座って、そこでいいよ。前に出てもいいよ。委員長、時間もったいない。委員長、時間もったいない。はい、佐藤正久君。田中大臣、14日にこの委員会で私が質問したとき、なぜ私が質問したか、それは21日、近々に大使館が閉鎖されている情報があったから、その隊員の安全確保のために質問したんですよ。14日の時点で、田中大臣は大使館が近々閉鎖される情報をお持ちでしたか？田中直樹防衛大臣。私はですね、認識をいたしておりました。新聞に一部報道がございましたし、外務大臣にもですね、そのような事態になるのかということをですね、お尋ねをしまして、今、大変そういう状況下に、立ち至っておるということも私は聞いておりました。佐藤正久君。総理、これが野田内閣の状況なんですよ。大使館閉鎖状況を情報を事前に持っていながら、撤収の中断や計画の誰も答えられない、撤収か計画を見ていなかったと。その結果、総理が謝罪したんですよ。なんで大使館が閉鎖される情報を持っているんだったら、しっかり対応を取る。これが大臣の仕事でしょ。今、こと方便の中でも全然対策が取られていない。しっかりやっているように言っておりますと。それは大臣の仕事じゃないんですよ。これが実態なんですよ。ほんとびっくりします。じゃあ大臣、大使館が閉鎖された情勢は一段上がりました。我々のイラク派遣中は、自爆テロ等も様々でありましたから、活動時には武器弾薬を携行しています。シリアの派遣隊員、現在も自爆テロが発生したダマスカス、あるいはザバダに任務で出かけています。武器弾薬の携行はどうなっていますか？はい。田中直樹防衛大臣。アンドフの派遣のことだと思いますが、武器は携帯をしていっております。先生ご指摘のように、大変シリア情勢はですね、緊迫をしておりますし、ダマスカスには水や食料というものをですね、隊員が輸送したり取りに行ったりしているわけでありますので、そういう活動の中で危険がないように、この日々、注視をするということで、防衛省が対応しておるところでございます。はい、佐藤君。大臣、本当に隊員がダマスカス人に武器、弾薬携行していますか？間違いませんが、それいいですか？もう一回念をします。武器、弾薬携行して言ってるんですね。今、そう答えたらもう。はい、田中直樹防衛大臣。通常のものはですね、携帯して、いるということでありますが、今、どういう状況かについては、私からですね、申し上げるわけにはいきませんが、お話がございましたら、私も確認はですね、して、いければと思います。佐藤正久君。通常は武器弾薬携行していないんですよ。それを変えるって相当大きな判断で、大臣と司令官の調整しないといけないはずなんですよ。大臣が知らなくて、本当大丈夫です、それ。間違ったら後で訂正した方がいいと思いますよ。
田中大臣、そもそも、この大使館が派遣され前後で、派遣隊長と電話で話されましたか。田中直樹防衛大臣。隊長とは私は話をしておりませんが、東幕長に話をして、日々ですね、この活動に支障があってはいけないということで、連絡をですね、常々取るようにということは、指示をいたしておるところでございます。はい、佐藤正義社長。皆さん、これは現状なんですよ。びっくりしますよ。大使館が閉鎖される。総理府の連絡調整もいない。隊員だけが活動している。そういう状況で、大臣が全然電話をしない?私がイラク派遣中も、たびたび、大臣に電話してましたよ。向こうからも来ました。どういうふうに考えてるんですか?それで本当に隊員の安全確保、図れますか?無事を傾向してるかどうかもわからない。非常に曖昧答弁。それでは、この前撤収計画読まれるって言いましたよね。今こういう状況です。で、緊急時の撤収で大事なのは、自衛のための火器と、それとやっぱ車両ですよ。特に夜間、シリアの方にイスラエル側から、武器とか、あるいは車両、増加配置していますか、今。はい、田中防衛大臣。撤収計画につきましてはですね、私はこの資料について、報告は受けましたけれども、幕僚長がですね、この内容については、撤収計画については、責任を持って、現場とやっていくと。まあ、そういうことでありますので、私は撤収計画の表紙は、しっかり、報告を受けましたけれども、この内容についてはですね、これはこの判断が下された場合には、対処するということで、ありますので、その点はですね、怠りなくやっていただいておるということで、私は幕僚長、東幕長以下、信頼をしておるところであります。佐藤正久君。国民皆さんびっくりしますよ、これ。大臣が中身読まなくてどうやって判断できるの、事前に。で、前回のこの委員会で、大臣は明確に議事録見てください。撤収計画読むって言ったんですよ。で、総理大臣も大臣に読ませるって答弁したんですよ。委員長も覚えてる通り。それ今読んでいない。表紙を見ただけ。総理、これどう思いますか?総理が読む、命ずるって言ったじゃないですか。やってない。どういうことですか、総理。総理が読ませるって。はい、田中、防衛大臣。いや、指名しました。はい。それはですね、内容については、その面では、ご説明することは差し控えたいと思いますし、まあ、表紙だけという表現はちょっと、誤解を生んで、大変申し訳ございません。表紙及びですね、内容について、確実に計画は立ててあると。まあ、こういうことでですね、報告を受けたところでございます。はい、佐藤君。いや、中身を読んでいないんですよ。報告を受けてるだけです、今の答弁も。それは嘘はダメですからね。総理、全然前と違うじゃないですか。総理は明確に、ここで隊員家族に、ね、申し訳ない、謝罪されて、大臣にそれ計画を読ませるって言ったじゃないですか。総理、ご見解お願いします。野田内閣総理大臣。個別に PKO をその派遣するために、その都度撤収計画は作るはずです。で、そのことの内容はつまびらかにすることはないんですが、それはやっぱりリーダーとして読まなければ私はいけないと思いますが、まあ、今のちょっと読み方よくわかりませんが、しっかり読み込んで上で対応しなければいけないというふうに思います。佐藤正久君。総理、これは全然適材適所ないじゃないですか。前回も総理も任命責任若干認めました。適材適所を持ったまま。これ前回の議論からの全然反省がなされていない。総理も今はやっぱり中身読み切りが当たり前ですよ。総理、これ本当に総理が家族に約束しましたよね。隊員の安全には万全を期すと。万全じゃないじゃないですか。自衛官のせがれとして恥ずかしくないですか?こんな状況で。
本当に防衛大臣、適材適所だと今でも思ってますか？任命責任考えませんか？総理。野田内閣総理大臣。決して先ほど大臣全然読んでないという答えではないと思います。しっかりと自分なりにもざっと目を通したのか、読み方は分かりませんが、読んだ上で、しっかり事務局もサポートをしているというふうに思いますので、私はそこは当然のことながら、派遣されている隊員の皆さん、ご家族の皆さんのために万全を期していきたいというふうに思います。はい、佐藤正久君。もう全然多分誰も国民信用してませんよ。今大臣の答弁、多分後で、訂正答弁あると思いますけどね、武器の傾向を含めて、あるいはその内容についても全然万全じゃないですよ。大使館が閉鎖された、この重み全然分かってないんですから。そうだ、閉鎖される情報があったらそれに対して手を打つのが危機管理でしょ。備えあれば憂いなしなのに、憂いなければ備えなしになってるんですよ。それが野田内閣なんです、今。じゃあこの問題についてはまた引き続きありますけれども、今喫緊の課題の、人工衛星あるいは弾道ミサイル対象について話を移します。資料3を見てください。日本の周辺国は弾道ミサイルを保有しています。これは防衛白書から抜粋した対象の流れ図です。防衛大臣、じゃあ見てください。この向かって左側ですが、弾道ミサイルが日本に来る恐れがある場合、その場合でも防衛指導で対応する場合と破壊措置で対応する場合があるんですよ。この判断のポイントは、発射関連情報とか証拠の入手、そしてその評価です。聞いてください。宣戦布告があれば別ですけども、宣戦布告がない場合、大臣どのような情報証拠で76条の武力対処でやるのか、82条の、3の1項の破壊措置でやるのか決めるんでしょうか。どのような情報証拠で判断して76条か82の3の1か、これ決めるのか教えてください。はい。田中防衛大臣。資料でご説明も申し上げます。弾道ミサイルなどへの対応の流れでございますが、この82条の3の1と3の関係でありますが、それは防衛省におきましてはですね、情報本部がございます。各国との連携も含めてですね、情報を入手してきておるところでありまして、実際にですね、この事態が発生をするという状況にありましたら、この判断は判断をしてですね、そして対応をしていくということでございます。答えてないから今の。はい、それじゃあ止めてください。はい、それでは防衛大臣、田中直樹君。防衛出動をですね、する場合には、自衛権の3条件がございます。そういう面では、緊急な場合、あるいは、その対応がですね、その他の手段で、行使できないと。という状況にありましては、防衛出動というものが考えられるわけでありますので、その事態をですね、対応するというのが防衛出動になるわけでございます。止めてください。
もう一度答弁を求めます。防衛大臣、田中直樹君。お答えいたします。この武力攻撃に当たると認められる場合としていたしましては、攻撃の意図の明示、あるいはミサイル発射の切迫した状況と、まあ、いうことでございまして、対象となる事態におきましては、この総理大臣がですね、我が国に対する外部間の武力攻撃が発生したということの中で、明白な危険が切迫していると認められた事態に対して、我が国が防衛するために必要であるということを認めた場合にですね、自衛隊の全部また一部の出動を命じることができるわけでありまして、認められる状況、この状況に立ち至った場合が、状況でございます。はい、佐藤正久君。めちゃくちゃひどいですよ。私は宣戦布告があった場合は、できるって言ってるでしょ。宣戦布告がない場合、どういう情報や兆候に基づいて、あなたが、ね、それを判断しながら、誰が判断ですか。あなたは防衛大臣なんですよ。76条の防衛出動でやるのか、82条の3で弾道ミサイル対処やるのか、またその兆候、こういう兆候を見つけなさい。情報部隊に命ずるのはあなたなんですよ。どういう兆候か明確にお願いしますよ。はい、田中防衛大臣。近々ですね、安全保障会議を開催して、いただくわけ、安保会議を開催していただくということになるわけでありますが、その中にですね、これからの状況の中で、私は82条の3条3項というものが前回ですね、この活用をされたわけでありますので、今の状況からしてですね、私はこの防衛出動のまで至っていないという認識に立っておるところでございます。はい、佐藤正久君。あまりにもひどいですよ。私は今回の北朝鮮のことを聞いてんじゃないんですよ。この兆候を聞いてんですよ。全然答弁してないじゃないですか。速記を止めて。田中防衛大臣に再度の答弁を求めます。田中防衛大臣。今までのですね、判断かからはですね、現実の事態においてどの時点で相手が武力攻撃に着手したかについては、その時の国際情勢、相手国の明示された意図、攻撃の手段、対応等、さまざまな事情を勘案して総合的に判断する必要があるので、個別具体的には判断、すべき、一概には言えないわけでございますけれども、今回の場合にはですね、このいわゆる防衛出動をするかどうかというこの判断は、今情報
本部でですね、日々、情報収集をいたしておるところでございます。従いまして、北朝鮮が今回、この衛星をですね、発出するという状況下の中で、今、その状況をですね、注視している情報収集をしておるところではございまして、その判断はですね、我が国を攻撃をするという意図がですね、明らかになった時点では、この防衛出動をするということでございますので、今のところですね、その出動をするという状況にはないということをご説明を先ほど申し上げたところであります。佐藤正久君。大臣、私は今回北朝鮮の状況何も聞いてないですよ。弾道ミサイル対象は一般的なこと聞いてるんですよ。全然分かってないじゃないですか。これ一番基本事項でしょ。で、まさに情報部が証拠を集めてる。それはあなたがこういう証拠を集めろって命じなかったら判断できないんですよ。全く思考過程が逆ですよ。総理、今のこの状況を見てどう思いますか。この田中防衛大臣で本当に破壊措置命令含めてできると思ってますか。はい、野田内閣総理大臣。今ちょっと北朝鮮の問題と一般の話とちょっと混同されたところがあったかもしれませんけれども、基本的にはそのまあいわゆる攻撃の意図があるかどうか、それはあるいはミサイル発射の切迫性等々、総合的な判断をするということで、総合的な判断をしっかり防衛大臣していただきたいというふうに思っています。はい、総理主任願います。はい、佐藤正久君。全然国民の皆さん見てください。誰が見ても田中大臣で今回のミサイル対処含めて、あるいは実際本当どれだけのミサイルがあると思ってるんですか、周辺国に。全然できてませんよ。まさにそういうこういう兆候を見つけなさいというふうに命令するのがあなたなんですよ。それに基づいて状況判断するんですから、上がってきた情報を見て状況判断するんじゃないんですよ。自分もこういうの決まってるんですか、やり方が 法律で。それは全くあなたで無理だ。では今回の北朝鮮の人工衛星について伺います。その軌道が外れたり落下物の可能性が、ね、あるということはの可能性はゼロではありません。沖縄の嘉手納基地には米軍の PAC-3 があります。大臣、北朝鮮の人工衛星や落下物が嘉手納基地付近に降ってくる可能性がある場合、米軍は PAC-3 を発射することはありえますか。はい、田中防衛大臣。第一義的にはですね、我が国の領土でありますから、我が国が守っていくということが大前提でございます。今、米軍とですね、連携を取っているわけでありますが、まあ、そういう事態になった場合にですね、米軍が、PAC-3 をですね、発射すると、まあ、いうことまでは、お話は伺っておりません。これからですね、やはり、そういう、この、飛来があったということについては、やはり米軍とはですね、密接な連携を取っていこうということで、ルース大使とも話をして、事務的に進めていただいておくということが状況でございます。はい。話になりませんよ。大臣、話にならない。いいですか？ね、これはうるさい。私が喋ってるんですから。ね、防衛大臣。今、米軍基地に行く、このミサイルは、第一義的には我が国が対応すると言いましたよね。これ、集団的自衛権の関係で問題ないんですか？はい。集団的自衛権の問題には抵触はしないと思います。我が国の領土を守っているわけでありますから、これは我が国が第一義的に、防衛すると。こういうことは間違いありませんし、その方針で進むところでございます。しかし、米軍の状況につきましては、これからですね、事務方で連携を取ってきておるわけでありますから、その内容はですね、これから報告があると思います。はい、佐藤正久君。この辺の議論は非常にグレーなところがあるんですよね。米軍基地に、向こうがミサイル撃つ、これを、ね、そういうの分かっていて、自衛隊本当に撃っていいのかどうか。
海上における艦船、アメリカのイージス艦に対してミサイルが来る。それを我が国の海上自衛隊が撃っていい。同じ話ですからね。大臣、本当に今の分かって言ってるかどうか。まあ、これは外交防衛会で、ね、明日また徹底的にこれやりますけれども、時間の関係で。そう、しっかり勉強してくださいよ。しかも、米軍とまだ調整をしていない。遅いですよ。沖縄の方に落下するかもしれない、廃棄するかもしれないって言ってるんでしょ。米軍はパックスリーやるんですよ。個別的自衛権で撃つ可能性ありますよ。でもその場合、落とした場合、その破片は基地の外に降ってくるんですよ。しっかりそこは考えて調整してください。さらに、大臣、北朝鮮はノドンミサイル、これは100発以上持っているというふうに言われています。さらに、中国の弾道ミサイル、これはさらに数が多いと言われています。これは多数のミサイルから数隻のイージス艦とわずかのパック3でどうやって日本を守るんですか。刺して死を待つんでしょうか。どういうふうにして日本を守るのか、お考えをお聞かせください。はい、田中防衛大臣。ちょっとお話の中に座して死を待つと、まあ、こういう表現がございました。確かに憲法上ですね、いわゆる専守防衛でありますけれども、我が国が今言われましたように、まあ、国会でも議論になったと私は聞いておりますが、座して死を待つというような攻撃がですね、あった場合には憲法上これは我が国にとってもですね、大変急迫した問題でありますから、憲法上においてもですね、これに応戦するということは可能であるということを私は認識をいたしております。どうやって守るんですか。委員長、全然答えてないですよ。憲法上はいいですよ。どうやって守るんですかって聞いたんですよ。はい、どうやって守るか聞いてるんですよ。田中防衛大臣。我が国自身もですね、抑止力の強化を図ってきておるところでありますし、ご存知の通り、イージスシステム搭載護衛艦について、いわゆる4隻、配備をしておるところでありますし、ペトリオットパック3というものも今あるわけでございます。まあ、その他陸海空ですね、その近代化を図ってきておるところでありますので、私はですね、まずそういうことに対応していくと。しかし、確かにですね、先生がご指摘がありますように、専守防衛でありますから、攻撃をするまでのですね、その装備はしておらないのも事実でありますけれども、しかしその体制はですね、やはり念頭に置いていかなきゃいけないということで、進めてきておるところであります。国民の方は何にも分かんないと思う、今の。ね、数隻のイージス艦と誰が考えです。わずかのパック3で多くのミサイル対応、これは難しい。誰も分かってるんですよ。どうやってそれを守っていくか。だから日米同盟があるんでしょ。なんでそこを大臣が答えないんですか。だから、うちはそこの他の部分はできない。その敵のミサイル基礎を叩くという場合によっては、日米同盟は機能するかもしれないんですよ。それは、巡航ミサイルや航空機や、場合によっては地上戦力がある。その在日米軍の中で唯一の地上戦力、地上打撃力、これが沖縄の海兵隊なんですよ。だから今、海兵隊を沖縄に今、なんとかお願いしますって言ってるんでしょ。防衛大臣がそこを説明できなくて、沖縄県民に抑止力が全く説明できないですよ。いいですか。ミサイル対応っていうのはイージス艦パック3だけではなくて、足らない部分は今言ったように、やっぱ敵のミサイル基地を叩くっていうのも一つは有効な手段なんですよ。そこを今アメリカにお願いしている部分もあるわけでしょ。全くあなたの答弁では私は納得しないし、国民もますます不安になる。だから野田内閣の危機管理に私は大きな疑問があると言ってるんですよ。本当に田中大臣、あなたの今までの答弁聞いた限りでは、弾道ミサイル一つ取っても、とてもあなたには任すことができない。強く思いますよ。この基本的な防衛省の法理論も分かっていない。あなたがね、頭の体操をやるとか、なんかのんきなこと言ってますけども、極めて不謹慎ですよ。総理、今の答弁聞いても、田中大臣にミサイル対応できますか。本当にこれが適材適所ですか。もう一度お願いします。はい、野田内閣総理大臣。
今いろんな想定のお話ございましたけれども、その我が国を守るために基本的には専守防衛、盾の部分はまず日本がやらなければいけないと思います。一方で矛としての役割は当然これは日米同盟をしっかり機能させることが何よりも大事だと思いますし、その意味は私は防衛大臣もご理解をいただいているというふうに思います。いや、それじゃあ内閣総理大臣、今ご理解をいただいているものというふうに申し上げました。ご理解をいただいていることは前提は、私はその職責を果たしていただけるものと思っております。はい、佐藤正久君。誰が見ても敵対的視はないですよ。だから日米同盟の根幹も分かっていない。抑止力のことを全然言うかと思ったら全然言わない。どうやって対応するかも基本も分かっていない。これどうやって我が国の平和と独立、国民の生命財産を守るんですか。全然ダメですよ。原発の対処もそうですよ。私は福島ですけども、この原発対処には非常に怒りを持っています。非常にぬるい。自民党は原発警備に自衛隊を活用すべき提言を政府に行っています。野田内閣のストレステストとか、再稼働にはゲリラやテロ対処は一切入っておりません。テロリストは警察の所掌。でもゲリラコマンドは防衛大臣、防衛省の所掌ですよ。ゲリラ対処を所掌する防衛大臣として、再稼働、とりわけ大井原発の再稼働についてどのような意見具申を総理にされましたか。はい、田中防衛大臣。防衛省といたしましてはですね、自治体あるいは関係のところからの要請がですねあれば、これは対処していく立場でございまして、今お話があればですね、それは適切に意見具申はいたしておりません。はい、佐藤君。だからさっきから聞いた、本当に備えあれば憂いなしじゃないんですよ。なんかあったら、自治体があったら、要請があったらやるとか、本当に憂いなければ備えなしが野田内閣なんですよ。全然機械の基本がなっていない。ね、どうして、その、ゲリラ対策、意見不信しないんですか。コーヒー飲みながらってできますからね。なんでやんないんだと。総理、今、この前も答弁あったように、多くの原発において、外部電源とか、あるいはその冷却水回すポンプ、そういうものは、あるいは取水口、脆弱だ。やり取りがありました。一般論として。で、それでは総理聞きます。茨城とか福島空港から小型航空機が、こう福島第一原発の電源とか、第二原発の電源の方に近づいている。これ航空自衛隊、スクランブル発進できますか？自衛隊の最高指揮官としてお答えください。総理、総理、総理。総理、それはちょっと意図とはっきり把握しないと何とも言えない話だと思います、はい、佐藤君。できるわけないじゃないですか。スクランブルっていうのは外国の航空機に対してやるんですよ。全然考えてないんですよ。これは 9.11 のようなことも考えたら極めて想定しない、おかないといけない事態なんですよ。だから我々は今提言をしてるんですよ。政府の方に出してます。航空自衛隊が対応すべきのはこういうふうにした方がいい、出してるんですよ。で今非常に脆弱な状態なんですよ。そのままだとまたあったらね、大臣、電源喪失しますよ。福島の再生なくして復興なしと言いながら何にも手を打ってないんですよ。大臣、防衛大臣、福島原発の警戒区域の監視状況を見ると、ゲリラ、あるいはテロリストでもいいですよ。入ろうと思えば簡単に原発に入れる状況だと思いませんか。これは機械の専門家ならずとも誰がでも感じることなんですよ。誰でも入れる状態。これに対して、大臣、本当にいいと思ってますか。防衛省の最高責任者として今の20キロ圏内警戒区域の警備状況どう認識しますか。はい、田中防衛大臣。
ご指摘の通りだと思います。警戒区域につきましては、防衛省はですね、今、私は山林の火災がですね、発生してはいけないということで、まず、連携を取って取り組んできておるところであります。まあ、消防省とも連携をして、そしてまた、警察のですね、治安の関係について、私は連携を取ってきておるところでありますし、まあ、警戒区域につきまして、また警察から要請があればですね、防衛省として、万全の体制を組むことは、考えていければと思います。どうも、佐藤君。大臣、全然聞かないですよ。警察はテロですよ。ゲリラは大臣なんですよ。今言うと小型航空機で電源に突っ込む、地上部隊が連携して、ね、原発に入って、予備電源車や、あるいは電線をやっつけ、壊してしまったら、また電源喪失状態ですよ。そういうことを備えて、置くのが自衛隊なんですよ。何にもやってないじゃないですか。火災、それらが一番優先順位が高い事項なんですか。最悪のケースを考える。これは、第一原発の所長も言ってましたよ。冷却水が曲がらない状態。これが最悪のケースなんですよ。そのためにどういう手を打つ。これが危機でしょ。何にもやってないじゃないですか。だから大臣、今まで警戒区域とか原発の方に見に行かれましたか。行ったか行かないだけ。それだけ答弁お願いします。はい。田中防衛大臣。私は言っておりません。はい、佐藤正一さん。全然言ってないんですよ。普通だと行きますよ。私が大臣だったら心配になって行きますよ、どうだって。そこがあなたの光の甘いんですよ。意識がない。守ろうとしない。あなたはまだ自分の実家のいわきの方にも震災後、一回も行ってないそうですね。だから、いわきの方に行けないから原発の方に入んないんじゃないですか。そういう話もあるぐらいなんですよ。なんで行かないんですか。なんか行けない理由でもあるんですか。言ってくださいよ。はい、田中直樹君。私はもともとは相馬が実家で、ございます。まあ、選挙区はいわきもありましたし、しかし、まあ、いわきにも友人がおりますので、日々ですね、その状況は連絡をいただいておりますし、私も気にかけておるところで、ございます。当然ですね、要請があれば、そしてまた今、原子力対策本部にですね、防衛省も派遣をしておりますので、一つ一つその防衛省としてやるべき問題について報告を受け対応をしてきておるというのを認識をしておるところでございます。はい、佐藤正一さん。昔は相馬かもしれません。今はいわきでしょ。そんないい加減な逃げの答弁しないでくださいよ。それで最後、総理、今までの話を聞いて、実は本当に私、福島原発の今の状況、憂えてるんですよ。テレビに入ってるは細部言いませんけども、今1号機から3号機までの冷却水回してるポンプ、どうなってるか、後で確認してください。びっくりしますよ。青くなりますよ、本当に。東京電力に任せていい分野と、やっぱりそれなりのゲリラ、テロの専門の人間が行って、見てあげないと。細部はこれ以上言いませんけども。だから、野田内閣、非常に危機感に甘いんですよ。だから自民党は、原発警備についての提言出してますよ。田中大臣がこんな感じですよ。しかも民主党にもそんなに危機感に詳しい人がいないかもしれない。だったら、これは通り党や、これ関係なく、自民党の提言を踏まえて、原発警備、自衛隊の活用を踏まえて、もう一度見直すべきではありませんか、総理。はい、野田内閣総理大臣。今ご指摘いただいた、ちょっと冷却水のところはちょっとよく調べさせていただきたいというふうに思いますし、また後でちょっと詳しく教えていただければと思いますが、そのことだけではなくて、やっぱり原発の問題は、その自然災害の対応だけではなく、テロ、ゲリラへの対応ということについて、緊張感を持って対応しなければいけないというふうに思います。先にお気づきの点があるならば、ぜひ教えていただいて、我々も取り入れていきたいというふうに思います。佐藤正一君。でもね、その責任者が田中大臣なんですよ。二ヶ月経っても全然原発の方に行かない。普通じゃないですよ。普通、一番日本で脆弱な部分どこか、ゲリラに一番狙われた一番やばいところどこか、最悪のケースを考えるのは防衛省なんですよ、もともと。最悪のケースに備えつつ最善を目指せ。ね。prepare for the worst, hope for the best. これが基本ですよ。全然分かっていない。大臣、今、原発の近くには自衛隊の基地とかいっぱいあるんですよ。例えば舞鶴の基地。ね。
高浜原発から16キロですよ。大井原発から26キロですよ。今30キロ圏内避難計画を作るっていう、そういう時に舞鶴の基地がその避難区域に入っていたら、どうやって舞鶴の基地機能を維持するんですか。これは原発対応だけではなく防衛上の大きな問題じゃないですか。大臣の所見をお伺いします。はい、田中直樹防衛大臣。大事な問題、大事な問題だと思います。で、防衛省といたしましては、原発問題についてはですね、自治体と、そしてまた警察も、共同訓練を行っておるわけでございまして、その中からですね、私はその自衛隊の緊急の対応というものをですね、具体的に、じゃていくと、まあ、いうことで、今進めておるところでございます。はい、佐藤正久君。大臣全然分かってないです。施設の話言ってるんですよ。だからこれね、今回第一原発で免震重要棟があったから、あれがあったから対応ができた部分もあるんですよ。機密性を持つような施設を作るとか、いろいろね、予算、これ財務大臣も元防衛副大臣ですが、調整したら多分そういう機密性のためのやっぱ最低限の施設なんか予算つけてくれますよ。ね、うんというわけですからね。だからそういう分しっかりそこでやるのが大事なんですよ。ね、いいですか。大臣、これで本当の大臣が素人すぎて本当考えない。備えあれば憂いなしには効かない基本です。憂いなければ備えなしではダメなんですよ。だから全然そこは分かっていない。で、最後にGoogle マップについて総理に聞きます。これは Google ジャパンの検索すると、竹島を検索すると住所がうるるな風になるんですよ。これは今まで韓国の住所になるんですよ。外務省にもずっと言ってきました。修正してくれ。でも低いレベルでの申し入れしかしないから、このような状況になってる。はい、次お願いします。次はこれ、Google の USA です。Google の USA でも同じように韓国の住所になってるんですよ。だからこれは、Google ジャパンだけではなく、やっぱ Google 本社の方にも、ワシントンの大使館を通じながら、これは早く直さないと。おかしいと思いませんか。大臣はやるやる、外交防衛が言いましたよね。全然直ってないですよ、半年過ぎても。外務大臣、現場浩一郎君。まずですね、今のお話は確かに我が国の基本的立場と相入れませんので、11月30日、去年、まず、修正を、要請をしました。で、11月30日に、ハングル表記は、Google マップの地図、航空写真から削除されたことが確認をされたんですが、今おっしゃった問題がまたあったので、もうすでに3日前に申し入れをいたしました。引き続きですね、高いレベルも含めて、今おっしゃったようなご指摘踏まえて、修正を求めていきたいというふうに考えております。はい、佐藤君。野田内閣の危機管理、全然備えあれば憂いなしになっていない、憂いなければ備えなし、大きな問題だ。大臣の、防衛大臣のやっぱり不適格性というものを指摘して、私の質問を終わります。以上です。以上で佐藤正久君の質疑は終了いたしました。